皆さんこんにちは、ディレクターの幸次郎です。 S 君と一緒のね、今日撮影日なんですけど、今日はちょっと S 君と一緒に昼食を食べるというところで、待ち合わせをしております。ただね、その昼食場所というのが、とてもその S 君の、お気に入りのお店だということなので、まあ、ちょっと楽しみなんですけれど、向かっていきたいと思います。あ、こんにちは。お久しぶりです。あ、これ S 君と一緒です。あ、まだやってるんですもちろんです。まあ、今日はね、一緒にご飯を食べさせていただけるということで、まあ、ちょっと食べつつ、まあ、この後軽くお茶でもしながら、まあ、今日はこの新八食堂の魅力をね、語っていこうっていう、そういう回です。大事です。はい、じゃあ注文お願いします。何がいいですか？僕はいつものご飯大盛り、卵付きで。卵話。はい。ご飯大盛り。はい。卵で。2個でいいやつ。で、やっぱりみんな大好きなんですよね、このサーモンハラスが。美味しい。はい、翔平くん、何を頼んだか紹介してください。これです。魚。ほう。何ですか、魚って？サーモンハラスですね。はい、味噌汁とご飯と卵。卵、美味しそう。卵はいつもつけるんですか？これはつけます。なるほど。ご飯は、まあ、腹減ってるときは大盛り。はい、まあ、基本大盛り。おー、さすが。じゃあ、いただいてください。と言いつつ、僕も全く同じです。どうすか、今日のハーモンサルス。美味しい。いつも通り美味しい。後ほど語ってもらいますので、何が美味しいのかちゃんと考えておいてください。魚が美味しい。うるさいです。タイミングで入れるハッピー。そうなの。卵たっぷりの。ビシャビシャ系。入ってない。さあ、俺はこいつワンチャン忘れてんじゃねえかってみんなが思ってる。さすがに。さすがに計算したわ。最後取り返しのつかない時に教えてあげようかなとはずっと思ってた。いいじゃん。はい、じゃあごちそうさまでした。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。すごい並んでるね。大人気だね。人気？え？何？お腹いっぱいでしょ、もう。お腹いっぱいね。お前ちゃん。こんにちは。じゃあお昼ご飯食べた？食べてない。食べてない、
おすすめの場所知ってるよ。新八。え？そんな有名なの？いやなんかお二人のストーリーでよく見るんですけど。あそう。はい。今日あの S 君と一緒で、うん、あのまあ S 君の行きつけの店を紹介したっていう。でこの後20分ぐらい新八の魅力を語ってもらうっていう。え案件？俺が。魚が美味しい。あそう。魚が美味しく食べれる店が新八街しかないから近くに安いし確かに割とすぐ出てくるえそうなの割とすぐ出てくるもんねえないみんなのストーリーでよく見るお店だなと思っていや覚えて流行ってるよ今リゼムでも流行ってるのサーモンハラスだからおすすめうん焼き魚美味しい、油がめっちゃ乗ってる今度連れてってくださいあもちろんですごちそうさまですごちそうさまですいや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 今こう言ったんじゃないのこうやって俺じゃ俺じゃごちそうさまです茶末でごちそうさまですいやなんで3人分払う溜め込んでらっしゃるんで溜め込んでらっしゃる絶対ダメはいこれ2人ともいります女性の断食プロテインみたいな見たい気になる痩せるってことあそうそうそう断食なんかで痩せるな運動しろ怖い間違いないありがとう見てみる食べて運動しろという、はいエンディングでいいですかサーモンてか鮭とか魚の油はいい油なんであそうなのだってもいいじゃん魚の油はいくらでも取っていいんだっていくらでも太りづらい太んない肉よりいいってだってちゃうまつ、うん、食べるしかない食べるしかないはいみんな新八同盟食堂スポンサーになってくださいはい好評ですチャンネルのよろしくお願いしますあ新八いやそれ熱いですよろしくお願いしますはいまた来週皆さん会いましょうさよなら今週もありがとうございました。ありがとうございます。